こんにちは、ヨウです。グラウンドムーブ第5弾です。行ってみましょう。まずは軸足の横にボールを置いて、まっすぐにボールを押し出して止めます。そこから同じように引きます。このボールを引くときに軸足を90度旋回ジャンプする。ここまで行ってみましょう。行きます。1、2、3です。この時母子球でキャッチします。インサイドではありません。そこから軸足を後ろに引きながらボールを押し出して4です。ここまで行ってみましょう。いきます。1、2、3、4です。この循環を3回繰り返して計6タッチいきます。1、2、3、4、5、6です。この6から次がポイントです。ボールを軸足に向かって引いてかわします。この足が今まではこのボールが表に出てくるまで待ってましたが、待ちません。今回はクロスしちゃいます。クロスしちゃってかかとの前にボールが来たらボールを押し出してアウトサイドキャッチします。この動きは非常に癖があります。最後のところだけやってみましょう。ボールを引いてこうです。ボールが強すぎてかかとで蹴るタイミングを失ってしまうと成立しないので、ボールはある程度ゆっくり引きます。ゆっくり引いて前に来る。で、ボールがあるこちら側から見ながら蹴るとこうインサイド取りたくなっちゃいます。ですのでボールがある側と逆方向から覗き込んで蹴ってアウトサイドで取るようにしましょう。ラストの引きが斜めで遠くに行っちゃうとかかとで蹴りづらくなります。できるだけ遠ざからないようにこの軸足に向けたボールを引いてかわすようにしてボールを叩いてあげましょう。では通しでゆっくりやってみます。1、2、3、4、5、6、ラストゆっくりで仕留めてあげる。こんな感じです。ラストの締めがポイントです。はじめにパターン的に繰り返していって、ちょっと流れを読ませたところをアクセントつけて変化を与えてあげる。こういう形がパフォーマンスではかなり生きてきます。ぜひやってみてください。